Hola, buenos días, ¿cómo están? 皆さんこんにちは。メキシコからアリスがお届けしますサボチャンネルです。今回はメキシコで見つけた悪魔味のカップヌードルというものを食べてみたいと思います。スーパーで買い物をしてて即席麺売り場を見てたら、なんと日清のカップヌードルから悪魔味というものを見つけたので買ってきました。ということで今回はそちらの実食レビューをしたいと思います。最後まで見てくださると嬉しいです。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方はいいね、そしてコメント欄にコメント、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではアリス動画スタートです。アリスのサボチャンネル。今回買ってきたのがこちらです。日清のカップヌードルディアブロ。ディアブロというのがスペイン語で悪魔という意味なんですけど、パッケージはもういかにも悪魔って感じです。炎とかがあって角も生えています。味がハバネロとレモンということなので絶対辛そうですね。本当にでも私辛いのがね、お寿司もうわさびサビ抜きで頼むぐらい辛いのが苦手なんですよ。だから本当にちょっと怖いんですけど、まあ、早速準備してみたいと思います。よし、オン。というわけで早速開けていきたいと思います。カバーはまあこんな感じです。開けるとまあ普通にカップヌードル、日本のやつと変わらないですね。ちょっとちっちゃいかな。ダードカリエンテ熱いの注意って書いてあります。ラオリジナルデスで1971年とも書いてあります。でも上はあなんかいかにも辛そう、サボールディアブロって書いてあります。で中を開けてみると、あこれ開けにくいんですよね。あめっちゃぐちゃぐちゃになっちゃった。で中開けるとこんな感じです。あ結構なんか辛そうですね。赤いパウダーがずさってかかってます。でなんかちょっと辛そうな匂いもします。お湯ができたのでお湯を注いでいきたいと思います。注ぎました。蓋を閉めて3分待ちます。はい、ということで3分経ちました。開けてみます。おー、なんか中はこんな感じです。こんな感じで結構黄色赤系ですね。で匂いは、あでも匂いはそんなに辛そうじゃない。なんかそれよりレモンの匂いがすごいします。では早速食べてみたいと思います。ちょっと混ぜて、あでもいろんな具が入ってます。コーンも入ってるし、あと人参も入ってます。結構まるちゃんより具材がこっちの方が多いかもしれない。お肉とかは入ってないですね。じゃあいただきます。あ、辛っ。待って、ちょっと辛い。うん、あめっちゃ辛い。結構なんか舌全体に残る辛さですね。熱いのとハバネロの味がめちゃめちゃ辛いです。舌全体が痛いです。ではスープだけいただきます。あ、うん、喉にきます。でもスープはちょっと鶏の味がして、コンソメの味がして美味しいです。それにハバネロとレモンの味がします。熱くなってきました、だんだん。あでも辛すぎて鼻水が出てきました。辛すぎると鼻水出るんだ。このねスープも辛いんですけど、なんといってもこの赤いやつが辛いです。これハバネロ、多分ハバネロだと思うんですけど、これが辛い。
あれ？あんま辛くなかった。ちょ、コーラ飲みます。あ、甘い量は日本よりやっぱ少なめなのかな。結構すぐ終わっちゃいます。多分私は辛いのは結構苦手な方なので、めちゃめちゃ辛く感じるんですけど、辛いは得意な人はちょうどいい辛さかもしれないです。あとレモンとね、ハバナロがすごく合ってて美味しいです。中に入ってるそのコーンがすごい甘くて、それで結構ね調和されます。うん、スープが辛い。うん、ということで完食です。あー辛かった。ちょっと水。書いてます。なんかもう暑いです。で口の中がねちょっとヒリヒリします。でも、まあ、食べれないほどの辛さじゃなくて、あのまあ頑張れば食べれるって感じですね。でも辛かったです